今年も、はい、トーナメントの方が終了して、はい、まあ、外部の方はあるとはいえ、オフシーズンの方に入ってくる感じなんですけども、はい、まあ、よくね、一般の方から聞かれるのはプロの人って、オフの時何してるんですかって言われるんですけど、はい、片岡プロはオフシーズンとかって何されてるんですか？はい、そうですね、僕、まあ、仕事も釣りなんですけども、趣味も釣りなんですよね。なんで、まあ、結構釣り、まあ、バスも含め、バス釣りも趣味で行くこともありますし、まあ、でも奈良にいる時ぐらいからは結構カワハギ釣りに、月1、最低月1ぐらいは行きます。まあ、でそうですね。どの辺ですか？行ってるのは三重県まあ、尾鷲港やったり、はい、引本港っていうところで、まあ、レンタルボート屋さんがあったりとか、まあ、知り合いが船持ってたりするんで、そこを、まあ、その船に乗せてもらって、まあ、手軽にもう本当岸から見えてるような近場で釣るっていうのが結構いい感じで。最近長官の方は実は、ここ最近まあまあハイペースで実は行ってまして、つい先日も、まあ四五人と一緒に行って、まあ20センチ以上をキープして持って帰ったんですよ。そしたらね、調子乗ってキープしすぎて家帰ってきたら40枚ぐらいおってで、それを捌くのが大変でびっくりしました。でもまあこれがね、カワハギがねうまいんですよ肝醤油でもう刺身とかで、この間その釣りすぎた時は、いつも刺身しかしないんですけど、あまりにいっぱいいるんで、みりんと醤油で焼いて、まあ味付けで焼いて、ちょっと、まあ、煮付けまでいかないですけど、ちょっと醤油焼きみたいな感じと、あと結構ハマったのが天ぷら、うん、これがねなかなかいけてましたね。他にはなんか、実は去年からハマってるんですけど、アジなんですよ。アジングです。はい、アジング、まあルアーで釣るアジ釣りで、まあ僕実家が、まあ、高知県なんで、そこから車で、1時間半から2時間ぐらいかけて愛媛の、まあ、いわゆる県南って言われる方面に、まあ、宇和島とか聖地に、まあ最初は友達に連れてもらって行ったら、いきなりいい思いをしてしまいまして、まあ、40、50入れ食いみたいなでところに行ってしまいまして、それがきっかけで、どっぷりハマっちゃってタックルまで揃え、滋賀から、高知に帰るのではなく愛媛にアジ釣りに通いました。はい、あれですか、片岡プロ、まあ、あの今ジャッカルの中でそれはもうちょこちょこありますけど、はい、お気に入りおすすめのやつとか。そうですね、僕は、まあ、釣りのスタイルというかやっぱり基本的にロングアームのストレート系、まあ、狙ってるサイズが、40、50、まあ、もしくは60っていう本当にでかいサイズなんで、アジ節ロングをベースにして使ってます。使うのジグネット、近場、まあ、明暗ですね、常夜灯とかを狙うときはジグヘッド単体で、本当にでかいやつ狙うとき、まあ、深場8メーター以上とか10メーターとかを狙うときとか、常夜灯がなくて遠投が必要っていうときは、キャロです。まあ、キャロジグヘッドですね、を使うことがほとんどです。そう、あの去年もね、あのちょっと用事があって夜とか電話すると、はい、豪雨を風のとかしてるときそうですね、アジ釣りですね。あの、まあ去年、まあそれ餌なんですけど、愛媛で60センチのアジっていうのが、上がってて、それを聞いた瞬間、まあ僕のその釣り人魂といいますか、そういうのがもうメラメラと燃え上がりまして、これをルアーで、それをルアーで釣りたいと。まあ、実際53までは釣ったんですよ。あのルアーで、うん、で釣ったんですけど、60っていうのは見たこともないですし釣ったこともないんで、これを何とかして釣ってやろうという企みを。じゃあこ
今シーズンはぜひ実現させていただきます。そうですね、あ、また足しげく通いたいと思います。